日本語コンペイ。日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト。今日はポッドキャストにしかできないことについて。はい、いきなり噛んでしまいましたね。噛むというのはこうああってなっちゃうことですね。ポッドキャストにしかできないことについてですね。はい、今日もよろしくお願いします。 ちょっとねえー、始まりが、えー、始まりから微妙につまずいてしまいましたけど、ね、つまずくっていうのこう道を歩いてたらこう足を、ね、つまずいてあってなるでしょあんな感じで、えー、話がつまずくね話のね僕の話がこうつまずいちゃうんです、ね、いきなり「おっとみたいねまあでもこれも含めてですね「撮り直さない」「レコーディングをし直さない」ね「撮り直さない」これが 日本語コンテッペのポリシーです。ポリシーって言うとちょっとかっこいいですね。ポリシーです。僕のポリシーはね、取り直さない。やり直さない。ね、でもこれ大事ですよ、本当に。えー、これがね、今日の、ね、トピックでもあるんですけど、ポッドキャストにしかできないことについて。まあ、これはですね、ちょっと広く言えば、あのー、我々、 えー、素,人 <laughs> 素人っていうのもあれかなインディーズインディーズ、まあ、YouTuber とか例えばね YouTuber とかポッドキャスターとかね僕たちみたいなあの大きな会社じゃない大きな企業じゃない、ね、大きな企業に所属しない、ね、その個,人個人個人個人一人一人ですよ、ね、テレビのセレブリティでもないそういう人にしかできないことってあるんじゃないのかなと。 うん、そもそもですねポッドキャストもそもそもはあのー、ラジオとかねテレビとかそういうものとは違う個人がですね個人がブロードキャストできるそういうものだったはずなんですけどポッドキャストもですねほとんど結局蓋を開けてみれば蓋を開けてみればいい言い方ですね蓋を開けてみればっていうのは始まってみればね蓋を開けるこう。 お鍋鍋ととかかね、鍋とかの蓋を開ける、ね。開けてみたら分かるでしょ開けてみたら中に入ってるか分かりますよねそんな感じで蓋を開けてみればポッドキャストが一度始まってしまえば結局ですよ人気のポッドキャストとかそういうものは BBC だったり CNN だったりねあとはあのセレブリティ、ね、テレビの,あの有名な人たちが やっているもの結局そうなってしまいましたよねそしてまあそれはいいですそれはまだいいです結局ね強いものが勝つ、ね、弱肉強食の世界ですから弱肉強食弱いもの弱肉弱いものの肉を強いものが食べる怖い怖いですね,ね怖い怖い四文字塾を、ね、弱肉強食弱いものはね強いものに食べられる世界ですから恐竜 恐竜の世界ですよ本当に恐恐竜竜ダイナゾーですね恐竜のようにあとは、えー、アフリカのねアフリカのサバンナっていうのかなあのライオンがね、えー、弱いもの例えば、うん、弱い弱いもの弱いアフ,アフリカ何が言いますかね僕あんまりこう野生動物とか野生動物ねワイルドアニマルと野生動物あんまり詳しくないので。 かないですけどまあそういう弱いね動物草食動物ねこう湖でこう水を飲んでるんですよチャポチャポとそしたらライオンが来てね食べちゃうなんでかっていうとライオン強いライオン強いから、ね、もちろんねライオンも食べる必要があるでしょうライオンの場合はライオンの場合は生きるために食べてるんですでもね大企業は大企業はね,大,業はね大きな会社とかは 生きるためというよりもさらにね太るためさらに大きくなるために僕たちね弱いものを食べていくんですでまあそれはいいですそれはいいですよ本当にあの弱肉強食のね世界ですから強いものが弱いものを食べるこれはまあ認めましょうね認めましょうでもねあのー、普通の人たち普通の人たちも結局ですよあポッドキャストだポッドキャスターだと思ってあのー あのまあ、普通の人たちとか、まあ、僕とじゃあ今日言いたいことを言います今日言いたいこと、えー、僕はですね、えー、スペイン語のポッドキャストをたくさん聞いてスペイン語を勉強しています、ね、皆さんが日本語コンテッペを聞いてくれてるように僕もですねスペイン語ポッドキャストスペイン語のいろいろなポッドキャストがあります、ね、そういうのを聞きながら、えー、スペイン語を勉強していますそれでですね これはよくある傾向よくある傾向向よよくくああるるですねよくあることなんですけどそういうもともとはね面白かったポッドキャストもともと面白かったっていうのはなんかこうユニークでねオリジナリティがあって本当にあの個人的なね、えー、ことを話してでまあ本当に僕みたいな感じでやってたポッドキャストもねスペイン語の勉強のためのポッドキャストもねだんだんですねだんだんですねなんかこう うーんまあ、例えば使えるフレーズ30とか使えるフレーズ10とかねあとはエクスプレッションについてね例えばエクスプレッション、えー、と10個のエクスプレッションとかね20個のなんかねこうなんかこうシステマティックになっていくんですよねなんかこうあれこれはあの大手,、ね、大,手大企業がやってるようなポッドキャストに似てくるんですねだんだん。 まあよく言えばソフィスティケイティッツされていく、ね、よく言えば洗練されていくソフィスティケイティッドねよく言えばだんだんこう洗練されている悪く言えばなんかこうユニークネスがなくなってるんですよね本当によくある退屈なよ悪く言えば本当はボーリングですよ悪く言えば退屈になっていくなぜ退屈かというと本当にオリジナリティがなくなって ってていいくくくからでですすよよねねユニークネスがなくなっていくんですよ、ね、これはなんなんでななのかなとやっぱりねだんだん慣れてくるとそういう大手がやってるような大企業がやってるような有名人がやってるようななんかそういうやり方をねだんだん真似したくなるんでしょうねもしくはそういう風になっていくのかなほっといたら意識的にインディーを行かないとね意識的にインディーじゃないとだんだんそういう。 あのメジャーなメジャーなねメイジャーなものになっていくこれはですね僕はよくあ知っていますなぜかというとね僕はずっと音楽が好きででバンドをねずっとやってました、うん、今はできてないですねずっとやってましたそれでですねあのよくあるパターンなんです本当にこれはバンドっていうのがあの最初はですねパンクロックだったりであのすごいねファーストアルバム もうあの既存の音楽、ね、よくある音楽にないパターンねもう本当にうるさかったり、ね、<laughs> いい意味でですよいい意味でうるさかったり本当にこうアグレッシブだったり本当にこう例えばリリックもすごいねこうクリティカルだったりとにかく衝撃的なファーストアルバムってあるんですよ。ででもねねだだんだんです、ね インディーレベルから、例えばインディーレベルから、ファーストアルバムを出しても、えー、徐々にですね、メイジャーアルバム、メイ、えー、ジャーアーティストになっていって、まあ、日本語だとメジャーって言いますね、メジャーなアーティストになっていって、だんだんですね、大きな、例えば、まあまあ、どことは言わないですけど、まあ、大きな事務所、音楽事務所に所属して、えー、セカンドアルバム、サードアルバム、フォースアルバム、フィフスアルバムってどんどん出していくと、 だだんだんつまんなくなっていくんんですよねつまんないなぜつまんないかっていうとやっぱりねオリリジナリティがなくなくくっていくん,ですよなんかね他のアーティストと同じようなことを始めるんですよまあいろいろな理由あると思いますいろいろな理由、ね、だんだん大人になったからとかまあ大人になるってこともそうでしょ大人になるってこともつまんない大人になるってことはそういうことですよ。オリジナリティがなくなるんですユニークネスがなくなるんです。 だんだんね、こうエッジがなくなるんです。とが尖っているものがなくなるんです。悪い意味で。悪い意味で大人になるんです。うん。で、僕のポ聞いているポッドキャストも、悪い意味で大人になっていって、だんだんね、他の大手のね、ポッドキャストと変わんないことを始める。そのエクスプレッションをね、例えば、それね、分かるんです。気持ちは分かります。エクスプレッションを。 説明した方方が作る方は楽なんです考えなくていいから作る方は楽なんですね僕だってあの日本語の本をですね日本語の教科書を取り出して「えー、とじゃあ今日は使える慣用句、えー、10個やってみましょう」とか「今日はですねじゃあ使える、えー、と何ことわざ20個やってみましょう」とかねそうやるのなんですごい簡単なんです。なんで簡単かっていうと 教科書を読めばいいからね。でもここで言いたいここで言いたいことは、じゃあポッドキャストいらないじゃんって思うんです。ね。じゃあ教科書を読めばいいんです。教科書を生徒さんが教科書を読めばそれでオッケーになっちゃう。僕たちはなぜポッドキャストを聞くかというと、やっぱりオリジナリティのあること、やっぱりこのその人の声を聞きたい、その人の考えていることを聞きたいだから聞くんですね。 うん、それがね、なんかあのその辺の教科書を読んだり、あのインターネットでね、探して使えるフレーズとかを探して、それを説明したり、でもそんなんで、ね、辞書があればいいじゃないですか、辞書が、辞書辞書を読めばオッケーになっちゃうんです、その通り、その人じゃなくてもオッケーになっちゃうんですね。だから僕はですね、あの僕はやっぱり他でないものを作りたい。 ね、こんなことを話しているポッドキャスト日本語のポッドキャストは多分あんまりないですだからやりたい、ね、人がやっていないことだから意味があると思っているんですねそこで、えー、パトレオンとかでね僕をサポートしてくれる人もそこに多分共感してくれてるんだと思いますね、他の日本語のポッドキャストは、えー、とフレーズとか文法とかね、えー、それを説明します でもそれってどこの学校でもできるしどこの教室でもできるし誰でもできるし本当に教科書があれば誰でもででもきることなんです、ね、だったら僕がやる必要はないんですよねだったら本当にあの他のねあ,るありますよ NHK がやってる日本語とかねなんかいろいろあるでしょ有名なところそういうところの方がもっとシステマティックにねやってくれるし音質、ね、音は綺麗だし。 あと声も綺麗ですよね多分アナウンサーっていうかねそのプロなんでナレーターのね声もあの発音もはっきりしてるししっかりじゃないはっきりしているでも僕にしかできないことはやっぱりこうインディーなアプローチですよインディーですよ、ね、パンクですよ <laughs> はい、ね、このアティチュードが違うんですよアティチュードが僕のアティチュードはすごいねまあ悪く言えばアマチュアねよく言えばインディーなんです、うん よく言えば DIY なんですよ本当にこの DIY 精神 DIY スピリッツねあの分かってくれる人には分かってくれる、ね、届く人には届くね。本当にもうあのロックアメリカでもイギリスでもそうでしょうロックロックバンドも最初ね、まあ、ヒップホップでも何でも最初すごいねあのキラキラしてるんですよすごいねあのいいんですよそれがだんだんね年を取り だんだんねあの有名になりだんだんお金持ちになると、ね、つまんない音楽を始めるんですよ小説家もそう最初の小説諸女作って言いますね日本語だと諸女作最初の小説はすごいね尖ってるすごいね衝撃的それがだんだんねつまらないものを書,く書き始めるんですよ、ね、映画もそうね 最初はすごい尖った映画を撮っていた映画監督がだんだんねつまらない映画ばかり撮るんですよお金のためにね芸術を売るんですよお金のために自分を売るんです、ね、もしくはそれがだんだんいいと思っていくんでしょうね何かわからないうちにうちにだんだんねこう業界に染まっていく業界に染まっていくその その業界,業界っていうのはインダストリーですねそれのあのルールルールにだんだんね染まっていくんですルールに従うようになるんです嫌ですね嫌 <laughs> ですねそんな大人にはなりたくないでもねあのそうじゃない人もいっぱいいますそうじゃない人もいっぱいいる大人になってもね年をとってもあのすごいねユニークでユニークであり続ける人そういう人僕はたくさん知ってます ね、僕もそういうふうになりたい僕のポッドキャストも長くなってもね初めのこうまあ別に初めからギラギラしてないですよギラギラしてないでもあの僕は皆さんにできるだけ自然な日本語を自然な速さで、ね、少し速、まあ、くなってしまうこともあるけどできるだけ早くですねできるだけ自然にですね聞いてほしい そして僕が考えながら話す。今も考えながら話しています。これが大事。考えながら話している人の日本語を聞けば、皆さんもですね、自然に考えられるようになります。考えることができるようになります。ね。えー、もう僕のね、聞いているポッドキャストもだんだんつまんなくなっていって、なんかね、多分ね、台本を書くんですよね。多分台本、台本ね、台本っていうのはこうトランスクリプトとか。 まあスペイン語だと「ギオン」とか言うんですけど多分書いてそれを読んでるだけなんですよだからだったら「ポッドキャスト」じゃなくてもいいじゃんだったら「ブログ」でいいじゃんね。だったら「ブログ」でいいじゃんってなっちゃうん、なんでポッドキャスト」かっていうとこの考えながら話しているからですよブログというのはやっぱり書き言葉だし、ね、書いてますでポッドキャストのいいのは話し言葉 話し言葉というのは人につつ伝わり方が違うんです書き言葉とはね言葉自体が違うんです本当に日本語のポッドキャストとかラジオもほとんどは書き言葉です書き言葉あの日本語の本を買って日本語の教科書を買ってそこにオーディオブックがついてますねオーディオブックというかあの CD があとは最近は MP3 ですねそれをダウンロードして聞いたりそれはね全部書き言葉です はい、書き言葉、も、ま、う、あまあ、ダイアログでたまにね、はいトムさん,こんにち、こんにちは、トムさん、こんにちは、えー、田中さん、はじめまして、でもね、不不自自然然ですすよねダイアログもすごい不自然、ね、やっぱり一回ね、書いちゃうとね、不自然になっちゃうんです。実際の会話はもっとね、フレキシブルだし、もっとイレギュラーだし、もっとファンですよ、本当にもっとファンです、もっと楽しい。ね もう実際何「こんにちは」とか言わないしね「あこんにちは」言うか「こんにちは」初めて会った人僕は何て言うかな「あこんにちは」あってまず言いますよね「あっ」てすごい大事ですね「ああこんにちは」「あの鉄平です」えー「田中さんですよね」ねとか「田中さん」あ「あ田中さんですね田中さん」あ「あよろしくお願いします」「あのえ田中さんなんかあの大阪関西の方ですか?」とかねいきなり。 いきななり大阪とか関,関西の方んでかというと多分「こんにちは」の発音がねちょっと関西弁っぽく聞こえたんですね例えばそうするといきなりね関,関西の方ですかああそうなんですねあ神戸あ神戸出身なんですねへえあ僕も神戸行ったことがあってすごいいいとこでしたねへえはあ僕は,あ僕はあの九州出身ですとかね出身地の話をいきなり始めたりでもね教科書に書いてあるダイアログでは「 はじめまして鉄、えー、平ですあなたの名前は何ですか私の名前は田中ですよろしくお願いしますえー、田中さんのご出身はどちらですかとかねもうそんなねそんな話し方しないですよはい私の出身は神戸です鉄、えー、平さんの出身はどちらですかああ私は、えー、九州の大分県です よろししくお願いいますみたいな、ね、言,わねえだろ <laughs> 言わないよそんなそんな話し方しないよもちろん初級だったらそれでいいっていうのはすごいわかるんですねそれは本当にその通り初級の方はそうやって勉強してくださいただ僕が言ってるのは中級の皆さんです皆さんもう日本語コンテッ碑を聞いてるってことは中級者ですもしねあのボキャブラリーとかあの 文法とかまだね初級レベルですってねそういう謙虚にいやいや僕はもう全然僕はまだ初級なんですよっていう人は気持ちはわかります謙虚なね謙虚な気持ちは僕謙虚な人好きなんでわかるわかるけどやっぱりね中級者の心構え中級者の心構えとしてねアティチュードとしてはできるだけ自然な日本語をたくさん聞くこれこれです教科書だけじゃなくて 日日本本本語語のようななな自然な日本語をたくくさんん聞くこれが一番なんです本当にだから僕も英語とかスペイン語とかで自然に話しているポッドキャストがもっと増えるといいと思ってるんですけど普通はネイティブ向け、ね、ネイティブスピーカー向けのものもしくは学習者向けのものは不自然。ね、自然で 早いものはね自然なものはもうネイティブ向けしかないんですネイティブスピーカー向けそして、えー、簡単なものすごい簡単で不自然なものが学習者向けこれはね僕はねおかしいと思いますもう少しその間中級者中級者向けはあくまでですね話すトピックは語学学習についてでもあのスピードはですね普通のスピードに近いね僕はほとんど 普通の人に話すスピードに近いもので話していますでもねトピックはこういうふうに学習者向けにたまにごあの説明もしながらですねなのでもっともっとね、えー、オリジナリティのあるユニークな尖ったポッドキャストでやっていきたいと思いますそれでは皆さんまたチャオチャオアスタレゴ